これ見たでさっき。はいどうもアキュンです。ということでアフリカ続きプレイしていきます。よろしくお願いします。ふーということでね、今回もね張り切ってアニマルたちをパシャパシャしていきたいなと思います。コメント高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、やっていきたいなと。早速ね、もう進み、どんどん進めていきたいなと思います。前回ね、あの出現、なんとか出現で、ちょっとね、前回のプレイが火が空いてるんで、何出現やったかなっていうね、何出現が出現して、僕の出現がいろいろあったかなと思うんですけど、ねえ、ねえ、ね、いきなりね、そうね、まあ、親父ギャグと言われるね、まあ、ダジャレを、まあ、連発したわけなんですけれどもね、ちょっと前回から時間が空いてて、なんとか出現っていうところでちょっとね、動物と取ってメール送りましていいよと、野生動物、これですね、調査本プロジェクト本部、調査プロジェクト本部にメール送りましたところ、はい、新しいミッション増えましたね。見ていきましょうか。キリンと同じ目線で取ってきてくれって難しい。あ、木に登れるんだよとかって言ってたな、そういえば前ね、アギ君、木登りは得意だったっけ？一つ、仕事を頼みたいんだ。キリンの顔アップシーンが必要なんだが、今回はどうしても木の上から撮ってほしいんだ。編集長に木の上から撮りますからって言っちゃったんだよ。人助けだと思って頼むよ。ね、アメージングアニマル編集部、ジョー・リベラさんからのミッションですね。前回ね、木に登れますよみたいなこと言ってたんでね。そういうことですね。はい、まあ、ネイチャー誌、経済写真のお願いということで、IRS パブリッシング。はじめまして、アギグンさん。IRS パブリッシング社のサルガドと申します。この度、発売する弊社の雑誌でアフリカ水牛を紹介するのですが、記事に使う写真をお願いできますでしょうか。凶暴な水牛にギリギリまで近づいて撮影した迫力と緊張感あふれる写真をお待ちしておりますということですね。こういうところがね、ジャーナリストのね、仕事の辛いとこですよね。もう、ちょっと危険、身の危険を感じるとこまでね、迫らないといけないっていうね。はい、調査員はインパラのハーレム。あ、脇売りさん、前もなんかね、ありました。前もなんか入れくれてましたね。自然保護協会の脇売りです。なんかね、脇ありなんでしょうかね。無理があるか、今のは。焼き牛さんは、インパラという動物をご存知ですか？インパラは一夫多妻で、一頭のオスの周りに何頭ものメスが集まり、ハーレムを形成しています。そのハーレムの様子を取ってきてほしいのです。インパラのオスは立派な角が目印です。オスとメスが一緒に写っている写真をお願いしますっていうね。一夫多妻。どうですかね、皆さんね。まあ、賛否両論あるかと思いますけども、まあ、一夫多妻にしてしまうと、やっぱ、ね、優秀な、ね、オスに、やっぱり、メスがちょっと集中してしまうんで、その辺、やっぱりね、難しいですね。人間社会にこう、適応していくのは難しいかなと思うんですけれども、ね、僕らがね、ちょっとやっぱり、あぶれてしまいますからね、そうなってしまうと、ね、一夫多妻になってしまうと、僕らが相手してくれる女の人がもういなくなってしまうということなんで、それはちょっと避けたいなということで、僕は一夫一夫制を、推奨してますと。推奨してないと、まあ、一夫一夫制でいいんじゃないかなと思っております。美しいか、何の話じゃないっていう。美しい冠を取ってきてくれませんか？赤道ツアーズ。いつもご愛顧ありがとうございます。旅行代理店、赤道ツアーズです。IQさんが調査している地域には、ホオジロカンムリツルがいると聞きました。頭に黄色い羽がついた美しい姿を当社のツアーカタログで使いたいのですが、撮影をお願いできないでしょうか？顔をアップで撮った写真を期待しています。ケンイチトバ、あ、日本人の方、いいですね。ということですね、来ましたね。4つ依頼が来ました。ですね、私ことアキ君、現在、栄養不足のため、口内に、炎症ができております。つまり、口内炎であります。なので、ただ、口の中が腫れてるんで、まあ、ただでさえよく噛むんですけど、まあ、もっとね、ちょっと噛むことがあると思いますけど、そこら辺はちょっと多めに見ていただきたいなと思います。優しい目でね、見ていただければ、もう月に1回ね、口内炎ができるんで、ちょっとね、なんか栄養不足なのか、栄養不足なのか、ね。やっぱりこのままではいけないと思うんですよ。なのでね、まあ今の自分
がね、このままではいけないとね、思ってるんですよ。はい、ということで、やっていこうかな。ミッション受けましょう。キリンの顔アップで撮ってきてくれってことですね。木に登ってね。多分ね、一個ずつなんですよね。チェックマークついてると思うんですけど、まあ一個ずつしかできないんで、まずキリンから行きましょうか。ミッション受けました。行きましょう。木の上からキリンの撮影か。キリンはドゥーマ草原にいるわよ。まずはドゥーマ草原で登れそうな木を探してみない？ドゥーマ草原はね、もう最初ちょっと行き慣れたとこなんで、やりやすそうですね。まあ前言ってた、あの水場のところにあったあの木に登ればいいんかなと思うんですけど、顔のアップですよね。前水飲むの結構時間かかったからなぁ。あ、車もう運転してくね、俺が。おう。お待たせ。じゃあ行くぜ。どうやって起こせんだっけ。違うな。どうやって起こせんだっけ。L に R2 ですね。行くぜ。ちょっとね、荒い運転やけど、放り出されへんようにちゃんとしがみついておけよ。ちょっとね、自分で運転するとはちょっと難しいですね。どこに行けばいいのか場所がわからんっていう。シマウマがいっぱいおるけど、あかんやろそれは。ちょっと動物そんなあかんわ、追い回したら。あれ、ドゥーマ草原ってここら辺じゃない？あ、おった。キリンはおるけど、やっぱりあそこで待たなあかんけじゃん。ねえ、木に登らんでもあの高台みたいなところで行けんちゃう？無理なんかな。アップでって言われたからちょっと無理なんかな。高さ的にはでもいけそうよね、これでね。アップにはならんか。ちょっとまたちょっと来るまで待たなあかんけかな。ね、車でキリンが来るまで待たなあかんねえかな。きついな。威嚇されてるやん。よし、木登ろうか。登る。丸ボタンで登れるみたいですね。おお。キリンうまよ。ん？キリンおらへんやん。どこ行った？いましたね。ただアップで取れそうな距離ではないねんな。あ、口内炎が痛い。口内炎が痛いよ。でもだいぶと近づいてきてくれてますね。どこや？これが今精一杯か。一応ね、正面からは撮れてるっぽいですけど、アップではないですもんね。あ、ひょっとしたら餌食べに来るんじゃん。だいぶ近づいた、だいぶ近づいた。おお、近づいてきたけど、これ木の陰に隠れてるぞ、草の陰に。ここいますね、今ね。
おー、近づいた、来るか。おー、近い。どこで止まってんねん、どこで止まってんだ、お前。おーい、どこで止まってんねん。お、すごい、青い鳥が、なんか、あ、幸せの、幸せの青い鳥が、どういった。くそー、あ、おった、どこ行くねん。よっしゃ、あれを取ったことあるやつやな、多分。めっちゃ食ってる、すごい。なんかこうなってくるとやっぱりもっといいカメラ欲しいな、もっとズームできるやつ欲しいな。めっちゃ食べてんねんけど、正面から見たかった。めっちゃ首伸びてた。おお、顔のアップをって言ってましたからね。しゃあ、おらん、おらー、ということでね、あ、もうこれ自分で戻らなあかんのかな、なんかボタン一つで戻ってくれてせえのかな。ということで、キリンのアップ一応撮りましたんで、あれで行きたいなと思います。だ、あぶねー、ちょいちょい、向こうが突っ込んできてんやって今。あぶねー、あいつらもね、あの皆さんもね、あの高速道路とかのね、あの動物注意の標識があるところの運転はね、十分に気をつけていただきたいなと思います。もうほんまにいきなりね、飛び出して、急に飛び出してくるんでね、あの気をつけていただきたいなと思います。帰ってきたぜ、おら。アンナどうやった、俺の運転。行ってきたんだぜと。正面からと書いてる、キリンのアップ、どうかな。ね、キリンのアップどうかな、これね、ほぼ見えてないですけど。どう？クリアはクリアですね。ほぼ顔見えてないけど。ありがとうございます。ランク B でしたね。9700円。まあまあ、報酬が1万なんで、まあ300円ぐらいね。まあいいでしょう。イエーイ、クリアですね。じゃあ次行きましょう。水牛、ギリギリまで近づいての撮影、行きましょう。次の依頼はアフリカ水牛の接近撮影ね。茂みの影に隠れてゆっくり近づけば水牛に気づかれる。あ、これこれミッションは、そうか、発生、これミッション選択しとかないと発生せえへんのかな。なんかね、まとめて撮っとけばいいやんとかと思ったんですけど。ホオジロカンムリヅルの、顔のアップね。オッケー。で、ハーレムの様子ね。オッケー。インパラな。行くか。行くぜ。水牛はね、湿原の方に出現してたんで、そっちの方向に行きたいなと思います。前回ね、ビッグファイブの暴れん坊、アフリカ水牛を接近撮影せよ。お、乱暴やな、ちょっと。まあ仕方ないですよね。舗装されてる道ではないんで、ね、やっぱこういうデコボコ道なんでね、ちょっとね、こんなんビビってたらね、それこそビッグファイブの暴れん坊、アフリカ水牛なんかね、撮影できへんでっていうね、これぐらい、おら、ふぅ、
水牛以上に暴れてやるぜ。キボコ出現ですね。そうそうそう、キボコ出現ですわ。ちょっと待って、早速あれインパルのハーレムなんじゃん、あれ。ねえ。早速インパルのハーレムじゃん、これ。ほら、お時間に。ねえ。もうちょっと近づこうか。ほら、ねえ、お時間に。群がってるメス。いいね。でよ。カンブリズルのアップ。おお、水の中もバッシャンバッシャン行くね。これがなんとかカンブリズルかな。コロンゴの浅瀬、名前つけられて燃えられへんからな。なんか水、あー待って、おっとおったわ。びっちゃびちゃなって、アップで取ってくれって言ってたっけ。鳥おるわ、鳥おるわ。これなんとか、なんとかカンブリズルか、これちゃうくない。近づか、ちょっと茂みに隠れなあかんのかな。違うくない。違う鳥っぽい。アフリカ水牛はこのエリアにいるはず。アフリカ水牛はこのエリアにいるはずよ。前ね、あの水牛いましたよね。見ましたもんね。あ、ちょっと待って、ゾウや、ゾウや。これは来ましたね。動物、動物園の花形、マジモジャ池。マジでモジャってるぜ、この池。ねえ、動物園の雛形。ゾウだぜ。これで、ミッションが増えそう。ゾウのね、ミッションが増えそうですね。危ない！ちょっと、動物にね、ぶつかるとね、急ブレーキがかかるんで、動物にね、被害が、及ぶことはありませんので、安心してください。まあ、突っ込んでいってみる演出ですね。実際ね、車で動物に突っ込んでいくなんていうことはね、やめてくださいね、っていうことですけど、フィーバーツリーの森。あ、林。フィーバーツリーの林。水牛ですね。近づいて取ってくるぜ。めっちゃ近いんじゃん。やべえ。逃げろ。うお、これね、多分ね、近づきすぎ、襲われて帰るとね、多分撮った写真なくなってるんですよね。確か。近い、近い、近い。近い。逃げろ！近くで撮った！逃げろ逃げろ！近くで撮った！逃げろ逃げろ！逃げろ逃げろ！
うわ、あー、危ねえ。めっちゃ近くで撮ったんじゃん。帰ろう、撮ったで。近くまで行ってきたわ。あー、怖かった。口内炎がね、痛くてね、ちょっとね、うまく喋られへんのと、うまく笑われへんのと。よっしゃ、撮ったで帰るで。行けるんかな、新しいとこ。アゲディオン、この先の地図はまだ本部から届いていないわ。なるほど、本部から地図をもらわないといかれへんみたいなんで、始めましょう。なんか冠鶴みたいなやつだけね、ちょっと取れてないですけど、多分インパラも OK やと思うんですよね。ってことでね、本部に戻りたいなと思います。おお、危ね、事故ってんで。何ちゅう止め方やっていう。よっしゃ、取ってきたんで、写真を読み込んで送るぜ。ね、凶暴な水牛にギリギリまで近づいて撮影した。迫力と緊張感、迫力と緊張感ありました。これすごくない？ほら、これは頑張って近づいたわね。え、これは評価されるべきやろ。イエーイ。おお、マーベラス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 。OK、ありがとうございます。これはすごいよ。あ、なに、コングラチュレーションズ。あ、そんなんあんの。人文系だし、ネイチャーパワーに掲載されました。掲載されたらそんなんなんねや。こんなんもじゃあそうやって帰ってきたりするんかな。すごい、いい写真撮らなあかんねや、じゃあ。はい、インパラ。これ送ってみましょうか。オスとメスが一緒に写ってるでしょ、これ。オッケー。あらー、ものとして、写真のものとしてよくなかったな。お金がね、報酬は少ないですよ。これ、折ったかな。違うよね。ということなんで、野生動物の調査の方を、送りたいなと思います。これね、なんか、ペリカン？アングルアバットとかですけど、まあまあ。お、ペリカン、やっぱり。桃色ペリカン。大人っていうことですね。で、次はいよいよ待ちに待ちましたよと。ひな形動物ね。花形動物です。ひな形じゃない。花形動物、ゾウですよ。まあ、アングルとかに関しては、まあ仕方ない。ディスタンス。あ、すごい。ジオアフリカモードに動物が出てきました。アフリカゾウ大人。アマサギ。あ、あの飛んでるやつ？っていうことですね。ありがとうございます。なので、ベッドで休みます。ミッションが来るんで。あ、すごいすごい。群れのボスの写真を求む。マリウイ・エッシェン。ああ、すごいすごいぞ、この迫力。ああ。すごいっすね。アギギュン君、キボコ出現の調査を始めたらしいね。アフリカゾウには群れを束ねるボスがいる。そのボスを撮影してくれないだろうか。どのゾウがボスか見分け方わかるかな。彼は激しい争いを勝ち抜いてボスに行っている。他の像を圧倒する何かがあるはずだ。例えばひときわ立派な牙を持っていたり、ひときわ立派なあれを持っていたり。エルゴン大学准教授マリウィ・エッシェン。ということですね。
立派なあれを持ってるんですよ。やっぱり群れのボスともなると人間と一緒ですね。立派なあれを持っておりますっていうね。はい、アフリカゾウに付けた通りマイク・ジェラード氏っていうことですね。最近仕事が撮影の仕事をやってるんだって。俺の仕事が減っちまいそうだな。まあそれはさておき、アマサギって鳥知ってるか？いつも大型の草食動物と一緒に行動するのと。へえ、そうなんや。アマサギがアフリカゾウと一緒に写っている、写真の依頼なんだけど、あいにく忙しくて代わりに撮ってきてくれないかっていうことですね。前回の写真でおそらくいけるんでしょうけど、ちょっと、いい評価をいただきたいので、撮り直したいなと思います。ゾウの群れはマジモジャ池の奥にいて近づけないよね。ゾウがこっちに近づいてきてくれないかしら。ひとまず群れの様子を観察しに行きましょうか。マジモジャ池に近い有塚がある陸地ならゆっくり観察できそうじゃない？なるほどですね。やっぱ池の、さっき池のところあそこは進めなかったんですけど、やっぱり進めないんですね、あの奥にはね。車から離れすぎたから行けなかったんかなと思ったんですけど、どうやらそうでなさそうですね、今の会話から行くと。で、その近くの有塚で、まあ、待機しとけってことか。また待機経過、きついな、待機、待つ系きついねんな。よし、案内行こうぜ。案内してくれよ、アンナと。おい、動物たち、おい、やめろ。いいですね、これ、めっちゃ映える。ね。インスタグラマーへの道と。ね、言ってますけどね。あ、そうやな。アフリカのサバンナ行ってきたよとかつって、インスタに上げていこうかな、ここで、撮影した写真を。ね、どうですかね。ふぅ、なん、運転が荒いぜ。皆さんどうですかね、運転するとき、人が変わるっていう人いますけど、どうですかね。僕もね、運転は別に荒くならないんですけど、口がやっぱ悪くなりますね。なんかね、運転し、普段ね、そんな暴言とか、言葉遣いとかもね、丁寧に、柔らかく喋ろうって心がけてるんですけど、車運転してるときはどうしてもね、やっぱちょっと言葉遣いが荒くなってしまいますね。なんかこう、ね、危ない運転とかされたりとか、あとそのね、急に飛び出してきたりとか、道の真ん中をね、ふらふらとおじいちゃんおばあちゃんとかね、子供がこう走ってるとかっていうところになると、ね、ちょっとね、口が悪くなっちゃいますね。車の中で大きい独り言をね、ちょっとね言っちゃうんですけど、やっぱちょっと命かかってるんで、関わることなんで、人生に関わることなんで、やっぱりちょっとね、それは当然ですよね、口が悪くなるのは。おらーっていうね、何してんねんこらーみたいなね、ことを言っちゃうん。アギを見える？ありがとうの群れがこっちに歩いてくるわ。あ、なるほど。ミッションが発、群れの大移動。おー、すごい。これで写真も撮りやすくなるかしら。結構ね、ほんまに綺麗でしょう、画面。プレステ3とは思えない、感じですよね。で、どこで待機しとけばいいんかっていうとこか。あれがなんとか詐欺ですよね。あ、めっちゃ歩いてるわ。すごい、ボスどれや？ボスを撮影しろですからね、無理です。この先頭歩いてるやつかな？なんか、でかい。角長いですよね。牙。こいつ。どこら辺まで近づいていけるやろ。先頭歩いてるやつは、それはもちろん群れのボスやろっていう。やっぱ角長いですよね、こいつ。向こうのやつ角折れてる。すごい。めっちゃ細かいやん。正面から行きたいな。おお。めっちゃ近づいてきてる。すごい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 。あ、耳広げてるとこ取れた。よっしゃ。お、俺の目の前に立ちはだかるか。あー、やばい、逃げろ逃げろ。あー、狙われてる狙われてる。おお。で、詐欺とね、一緒に写ってる鳥も一緒に写ってるのがいいって言ってたから、それも撮りたいなと思うんですけど、ゾウと一緒に写ってるね。うわぁ、怖え。ごめんね。こっちがメインやからな、でも。
こういう写真でもいいんかな。めっちゃ警戒されてる。すごいな、でも。ほら、ゾウ。ねえ、かわいいっすよね、赤ちゃん。子供のゾウかわいい。ああ怖い怖い。ああ、怒らないで怒らないで。鳥も取ったし。お、一頭先行ってんぞ、ゾウ。ふぅ。あ、陸上最大の哺乳類、アフリカゾウのボスを撮影せよ。しゃ、取ったぜ。行こうか。いや、ふぅ。一頭だけゾウね、これ、大丈夫なんかな。ねえ、はぐれてるっていうか、一人で先走ってるというか。あのペリカンのミッションってでもなんかなかったなぁ。いや、カメラが欲しいな、いいカメラが。じゃあね、ゾウは撮ったんで帰りましょうか。冠が、なんか冠なんとかっていうのが撮れて撮られへんなぁ。まあ、いっか、ミッションとして、受ければヒントくれるんで、それで行こうか。ということで、ベースキャンプ帰ります。群れの中に立派な牙を持ったゾウがいたわよね。あのアフリカゾウがきっと群れのボスよ。ちゃんと撮れましたよね。写真を取り込みます。はい、ということでね、いい写真が撮れたんで送りたいなと思います。これ素晴らしいですね。どうですか、どっちがいいですかね。こう同じだよね。あれ耳広げてるし、こっちもかっこいいんやけどな。こっちもでかく映ってんな。よし、こっちにしよう。いけ、クリアー。おはようございます。で、アフリカゾウに付き添う鳥、アマサギ。ちょっとね、アフリカゾウと一緒に写ってるよね。おお、クリア。あー、これがな、難しいねんな。ちょっと受けて、これやっで、今回終わろうかな。どうやろ、増えるかな、なんか来るかな。翌日ですよね。あ、メール来てる、来ましたね。大丈夫。ちょっとこれがね、ミッションが受注してやるやつではないみたいなんで、まあ、取ってこないとダメなんですけど、ちょっとまず探さなかな。ホオジロカンムリズルね。新作絵本の資料を探してるの、イーナ・ウィンター。ハロー、アキキュン、元気やってる。今、ゾウの親子を題材にした絵本を描いてるのよ。ところであなた、アフリカを探検してるんですって。ちょうどよかった。一つお願いがあるの。アフリカゾウの赤ちゃんの写真を送ってくれないかしら。まだ牙のない可愛い赤ちゃんの写真をお願いね。4万。おお、すごい、リワードめっちゃ、報酬めっちゃもらえる。キワのない赤ちゃんか。映ってないか。キバあるもんな。キバのない赤ちゃんか。次の依頼はアフリカゾウの赤ちゃんの撮影ね。ゾウの群れはコロンゴの浅瀬の方に来てたわよ。木に登れば動物から気づかれないから、ありのままの姿が撮影できるかもね。どこや、コロンゴの、ちょっと地図見ましょうか。コロンゴの浅瀬ってどこや。お、先んとこか。なるほど。じゃあ、今回、ゾウの赤ちゃん取って、終わりましょうかね。ああ、やっぱいいですね。動物見るのって癒されますね。大人に見舞われて育つ人気者、ゾウの赤ちゃんを撮影せよ。ちょっとね、ほんまにね、唇のね、舌
下唇の裏側にこないんできてて、それがね、もう喋るたびに当たるんですよね。痛くて痛くて。でね、唇もね、なんか乾いてるんでね、おかげで。なんで、めっちゃ噛むんですよね。いろんな意味でね、実際唇も噛むし、会話も噛むしっていう、言葉も噛むしっていうね。なんかこの辺、あ、おっと、おるおる。めっちゃおるわ、ゾウ。すごいすごい。どこの木に登ればいいんやろ。めっちゃおるわ、あそこに。よし。めっちゃおるけど、小僧がおるかな。木に登るって、これ木に登れんのかな。登られへんやんけ。これに登るのか。木に登るんかな。一番近いところで行くと、牙の生えてない赤ちゃんなんかおる。一番近いところで登ってって言うと、これしかないんかな。なんかね、まっすぐのやつは、向こうのね、まっすぐのやつは登れなかったんで、あ、何？画面が変わった。見える？群れの中に赤ちゃんがいるわよ。ほんま？ほんまや。かわいい。そっからな。赤ちゃんの写真。赤ちゃんの写真任すわよ。アフリカゾウの親子を撮影せよ。あ、ビッグゲームやって。あ、見て、めっちゃかわいい。あ、かわいい。かわいい。これ何がビッグゲームなん？音楽がもう、なんかいい、あれ来るんかな。あ、すごい。見て見て、ほら、寄り添ってる寄り添ってる。ほらほら、ここ優しい。見て、ほら、上がれるかどうか見守ってるわ。いやー、本来こうですよね、親子って。まあ、野生の動物もね、その育児放棄みたいなのあるみたいなんですけど、でもやっぱね、基本は、あー、かわいい、見てね、みんな行っちゃいましたけど、見て、ほら、上がれるように、ほら、後ろで、ほら、ほらほら、上がれるように、ほら、この坂道も上がれないんですよ。それ上がれ、あ、水かけてあげてる、優しいお母さん。あー、ちゃんとね、ちょっと鼻でお尻押してあげて。ねえ、こうやってほら押してあげて。これ見たで、さっき。あ、このシーンを撮れてればよかったってこと？ほらほら、いや、かわいい。で、これはちょっとあれやわ、癒されたわ。あー、すごいすごい、ちょっとずつ登ってんや、前足たたんで。かわいい。おお、いや、ベストショット。やっぱこうね、お尻ちょっとこう押してあげてるところ撮っててよかった。おお、すごい、なんか美人の乗り方してるやん。赤ちゃんの、赤ちゃんを助ける前にどうだった？ところでどうだった？アフリカゾウの赤ちゃんは撮れた？撮れたよ、バッチリよ。まさかビッグゲームやったとはびっくりでしたね。ああ、帰ろう。いい感じに終われまして、よっと。これビッグゲームなんで、多分ね、これ終わったらまた新しいところが増えそうな気がしますね。おお、びっくりした、事故ったかと思った。ほぼ事故みたいな運転してるけど。どこに
どこに止まってないんだよね。ああ。近づきすぎるとこの罠に。はい、ということで帰ってきましたよと。アフリカゾウの赤ちゃん写真バッチリだった？早速、クライアントに報告しましょうよ。そうっすね。OK、写真撮り込みます。イエーイ。絵本のね、資料ね。参考になればいいですね。Your best shot! これをね、送りたいと思います。ねえ、すごい。歩いてるシーンも撮ったんですけど、ここがやっぱりベストだったってことですよ。この支えてあげてるとこ、もうちょっと粘ればよかったかなと思うんですけど、まあこれが、今のね、僕の最大限のベストショットなんでいきたいなと思います。どう？参考になるかな？ありゃー、グレートやって。4万円もらえるんでね。ふぅ、やったぜ。ありがとうございます。無事に調査が終わってよかったわ。今日はお疲れ様。明日も早いことだし、もう休んだら？ということでね、なので、翌朝まで休むと、次、またね、発生、何かね、あると思うんで、連絡があると思うんで、それ見て終わろうかな。おはよう、秋ぎゅん。メールチェックは欠かさないでね。あ、来てますね。おーい、やったぜ。アルファユーザー期待の新商品です。んず、リスアナプロショップです。んず、リスアナプロショップですね。んから始まる言葉ね。しりとりでこれで負けなくなりましたね、皆さんもね。んずリサーチ、んずリサーナっていうのがあるよっていうね。すごい。アルファユーザー期待の新商品です。いつもご利用ありがとうございます。さて、今回ご紹介するのは、アルファ100を、アルファ100っていうんかな、を、お使いの方には待望の商品になりますね。アルファ交換レンズ20、これなんて読むかな、僕ね、カメラのこととかあんま知らないんで、これをね、なんて読んだらいいんですかね。24-105mm f3.5-4.5 です。レンズ、なんかあるんかな、こう、サブ6番みたいなね。なんかそういう言い方あるんかな。で、ぜひね、コメント欄で、こうやって読むんだよって教えていただければなと。まず、レンズを交換すれば、カメラもパワーアップ。ぜひ、ウェブショップでご確認ください。そうですね、カメラに関してはちょっと、優先的に、お金を使っていきたいなと思います。はい。新エリアの地図情報、ありがとうございます。秋郡、キボコ出現の調査、ご苦労様。キボコ出現に、隣接するエリアが判明しました。地図データを入手したので、送ります。現地は、チョロア、峡谷と呼ばれており、岩と砂地に囲まれた荒々しい土地のようです。今日からは新エリアの調査よろしくお願いいたします。ということですね。マニャンが調査プロジェクトをありがとうございます。本部から新しい地図が届いたみたいね。早速行ってみましょうよ。チョロア峡谷はどんなところなのかしら。ね。ということで、今回これで終わりたいなと思います。最後にね、ビッグゲームありましたね。ゾウの赤ちゃんを撮影するっていうことでね。可愛いですね。お母さんがちゃんとね、後ろから鼻でこう、アシストしてあげてね、しっかり見守ってるっていうね。本当にね、ゾウはね、頭のいい動物なんで、仲間意識とかもね、結構、まあ、動物は基本的にね、群れで生活したりとかする動物もいるんで、基本的にね、その仲間意識とかはあるんだろうな、と思うんですけど、その中でも、ゾウはかなりね、意識高い系のね、動物なので、皆さんもね、意識を高く持ってね、ね、日々ね、頑張っていきましょう。はい、ということで、まあ、日々の疲れを癒すために、もう、まあね、ちょっとね、やっぱ外出とかもちょっと今難しい時期になってきてますんで、まあ、ゲームの中だけでもね、ちょっとね、まあ、外出した気分ではないですけど、外に出た気になってね、ちょっと動物、いろんな動物を見て、まあ、癒され、ストレスがね、ストレス解消になって、癒されればなと思います。また、仕事だけでもね、ちょっとね、仕事でね、ストレス溜まったりするんで、そういうのもね、ちょっとやっぱ、ああいうゾウのね、ゲームですけど、ちょっとああいうの見ると、ね、やっぱりちょっと癒しにはなりますね。ということで、今回これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画で会いましょう。バイバイ。